ペン回し、ペン回し、ペン回し、ペンスピニングとは、手指を用いて、ペンを操る芸当のこと。競技には、口実する、ノーマル、ソニックなどの個々の技を指す。また、抗議には、ペンを指で引くなどして飛ばすものや、手指以外を用いるアクロバティックな動作も含めて、ペン回しと呼ぶことがある。インターネットが普及した1 9九十年代末からは、愛好者間の交流が、 盛んになるとともに、厳密な技の定義が構築され、現在では、ヨーヨーや剣玉、ジャグリングのような体型を持った遊びの一つとして、発展を続けている。国内でのペン回しの別名としては、マース道具を明示した、シャープペン回し、鉛筆回し、ボールペン回しなどがある。また、浪人生がよくペン回しをしていたことから、ペン回しをすると浪人するという噂が広まり、 浪人回しという別称も存在する。英語圏では、ペンスピニング、ペンスピニングという呼称が最も一般的で、ペン回しをする人のことは、ペンスピナー、ペンスピナー、あるいは、ヨーヨーの競技者と同様に、単に、シュピナー、スピナーと呼ぶ。スピナーに対応する適当な日本語が存在しないため、これらの英語名は、国内でも特に競技として、 ペン回しに取り組んでいる人を指して、しばしば用いられる。ペン回しには大きく分けて、以下の3つの遊び方がある。ペン回しには、道具として、ペン、筆記具が用いられる。ペンは、基本的に、文房具店やコンビニなどで手に入るが、市販のペンを買ってきてそのまま回すだけではなく、複数のペンの部品を組み合わせた改造ペンを作る、人もいる。 特に近年では高性能な改造ペンの登場によって以前では考えられなかった高度なトリックや複雑なコンボが可能となっており改造技術の進歩がペン回し技術の進歩に直結しているとっても過言ではない過去にはペン回しのためにペンを改造する行為が邪道とされたこともあったが海外の影響を受けた現在では寛容になりつつある2008年には タカラトミーから長さ 19cm の専用ペン、ペン、Z ギアも発売された。ただしほぼ全面的に自由な改造が認められている。現代日本でも文房具以外の材料を使った改造や最終的なペンの全長が一般的に見てあまりにも長すぎる改造は邪道とみなされることが多い。回転数、連続回数で記録を出す場合には ペンの長さは2 0トル以内と決められていることが多い。また、愛好者の間では、基本的に異物と呼ばれるペン以外のものを回すことは避けられる。これは、過去にペン回しを取り上げたテレビ番組で、ペンスピナーにペン以外の日用品や食料品を回してもらおうという企画があり、肝心のペン回しの技術にはほとんど触れられず、 ネギやごぼうなどを回す様子ばかりが面白半分に消されたことに起因する。しかし近年、ジャグリングとペン回しの融合として、ペン以外のものを回す動画も数多く存在し、広く受け入れられている。このように、身近にある棒状のものを使って様々な技を楽しめることが、ペン回しの大きな魅力の一つとなっている。ペン回しには100種類を超える技が存在すると、 言われるが、その正確な数は把握されていない。さらにそれらの派生技、発展技を合わせると膨大な数になるため、ペンマーシの技の数について考えること自体が避けられる傾向にある。ペンマーシの技の中でも、古くから存在する代表的な技には固有の技名がついている。これらの技名の多くは、1997年に、秀明という人物が解説したウェブサイト、 私のペン回しの歴史にて考案されたものであり、技名の由来も命名者の主観に基づいている。しかしその後も権威ある定義として残り続け、10年以上経過した現在も、ペン回しを代表する技として紹介されることが多い。以下にペンの動きなどが特殊な技を記述する。前述の通り、技の命名は、初期には主観的につけられていた。秀明は、 なるべく意味のない技名をつけないこと、いたずらに技数を増やさないことを意識していたが、日々増え続ける連続技に対して、次第に、各々の技に関する分類化の必要が次第に意識されていくようになった。様々な議論の末、2000年代初頭頃から、固有の技名は必要最小限の系統名までに、抑え、発展技など微細な動きの違いは、技名の前後に、 特殊な英数字や記号を付記することで表現するとい、全く新しい手法が研究され始めた。これはつまり、ペンマーシのすべての回転パターンが一定の規則を持った文字列として表記できるように従来の定義を再構築しようという試みであり、科学での有機化合物の命名法の概念に着想を得ている。なお、日本と海外で使われる技名や系統の区分は異なる。 ただし、輸入された技の名前はほぼ共通である。日本や韓国では、それぞれ独自のものだが、それら以外はほぼ世界共通に近い定義を使っている。この手法で技なの前後に付記される要素には主に次のようなものがある。これらを踏まえた上で現在用いられている表記法をまとめると以下のようになる。この表記法の発明によって、現存する。 ほぼすべての技を文字と記号の羅列に変換して表記することが可能となった。ただし、海外の技や新しい技の中には日本での表記が著しく困難もしくは不可能なものも存在し、これらの分類、整理及び合理的類型化が積年の課題となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。